ちょっと原宿ブログ、こっから始めましょう、こっから。全然私しか映ってないじゃん、これ。ギリ。どうも皆さん、こんにちは。髪を切った北原です。今日はちょっと美容院帰りについでに、せっかくなんでね、このおしゃれなニューヘアスタイルで原宿遊びに行こうかなって思います。イエーイ。どこ行きます？お腹すいたの。確かに原宿といえばなんだろう。でも私は実は原宿で食べたいものがある。なんだと思いますか？ヨーグルト。正解。できです。できレースです、うん、私グリークヨーグルト食べたことなくて、あのお店で自分で作るんですけど、だからお店で食べてみたい。ヨーグルト、ヨーグルト、まあ、せっかくニュージーンズのハニちゃんみたいになったから、ハニちゃんみたいな服を買いたい、うんうん、なんかダボっとしたジャージみたいな。おー、久しぶりに来たよ竹下通り。どうする？ウィーゴ行く？ここ一回ね。おはにし、うん、買いましたよ、ハニちゃんっぽい服見つけましたね。これでニュージーンズに、これでニュージーンズになれます。皆さん、これでニュージーンズになれます。2回言いましたね。後で見せてあげますね、ちゃんと来たとこ。今バズさんがエミネム絡みされてた。エミネムの T シャツ着てるから。私の食べたいグリークヨーグルトのお店どこかな、もうちょっとかな。あー、マリオンクレープは安心しますね、いつの時代も。あ、でも竹下通り久々だと思ったけど、この前そういえばアスカちゃんと幸子さんと3人でプリクラ撮りに行きました、うん、ありました。ボーイズ、すごい、これがグリークヨーグルトなんだ。生クリームみたい。生クリームだったらいいのに、でしょ。めっちゃ美味しそう。じゃあいただきますよ。いただきます。もっもっ、あ、美味しい。はちみつ、もう3周してもいいくらい美味しい。バズさん、これじゃお腹いっぱいにならない、大変。多分ね、私はなる。朝食、朝食。めっちゃ濃厚で、作ったんですけど自分で、結構自分再現度高かったから。うん。うん。ダウイゼ。バズさんはもう10分くらい前に食べ終わってる。ちなみに。ずっと結構前に食べ終わってます。バズさんはもう結構前に食べ終わってます。お時間かかっております。かかって誕生日、ありがとうございます。ありがとうございます。誕生日プレゼントもらいました。早く食べてた方がいい。開けていい？開けていい。何だよ、堺のスナック菓子。袋だけ堺かも。でもえ、何？まだ分かんない。あ、靴下。靴下。ありがとうございます。はい、嬉しい。去年はね、サンダルだったから。あ、確かに。足シリーズ。何で、いつも足シリーズ。足シリーズ。嬉しい。可愛いね、これ。可愛い。リヤードされてる。あ、そういうことね。めっちゃ可愛いんだけど、ありがとうございます。まあ、すごい好き、この色。嬉しい。濃い色だ。うんうん。わかる。
去年は本当にちょうどカレーをめっちゃやってたから6月って早いよ、1年。そう、1年早いですよね。私は33歳か。でも32から33、正直あんまり変わんない感じある。もう30代変わんないですよ、うん、え、でも何歳やったか。私、年齢してたんで、うん、ないんですよ、うん、ないから分かんない、うん、変わんない、うん、いや、でもね、本当に一つ言えるのは年々ハッピーです。あー、いいことですね。いいこと、めっちゃ年々ハッピーです。なんか30代の楽しさってこういうことかじゃないけど思うようになりました。まあできることとか知ってることやれることが増える、うん、楽しいかもしれない、うん、それもあるし、なんか一旦焦りとか落ち着く、うん、やっぱ20代後半の漠然とした焦りみたいなのはからは解放されるし、やっぱ若い方がさ、綺麗な、綺麗って言うじゃない。でもなんか30代には30代の美しさがあるっていうか、30代の美しさいいなみたいな感じはある。感触、うん、ちょうどいい量だった。でもね、まだお腹は空いてる。ごちそうさまでした。まあ、髪も切ったし、せっかくなんで。結構キタレイチャンネルはプリクラ撮らないとか言うけど、よく撮ってるよね。でも今日はでも今日はですね、なんか私来週がその生誕イベントがあるんですよ、自分の誕生日の。なんでそこでちょっとファンの方にプレゼントするように、人生初のピンプリを撮ろうかなと思って。やばい、33歳の一人プリクラ、しかもガチ自腹プレゼントなんで。もうさ、誰かすってない、惜しい、惜しくない。私一生懸命落書きしたのに、落書きは印刷してくれないの。私の推しメンのサイピーのピクラがあったので。私サイピーめっちゃ早くから推してるんですよ。え、私も推してる。いやいやいや、絶対早い、絶対早い。見てください。カニちゃんっぽい服で。せっかく。バイ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 。どうどう。ハニーやハニー。めっちゃ頭小さい。これでは私が書いたんだけど、バツさんに落書きお願いしたら全然可愛くないんだけど。マイヘア、水バットじゃなくてマイヘアスカット、面白くないじゃーん。どう、落書きある？いいね。服変えたからいい感じだよ。じゃん。生誕イベントに来てくださったファンの方にプレゼントする用のプリクラが撮れました。はい、というわけで帰りますか。原宿楽しかったね。バイバーイ。